コメント読みのコーナー、パチパチパチ。いつも見てます、動画編集お疲れ様です。コメント読みのコーナーに出してください。シェールさんはバナナが好きで、パッチくんは何が好きですか？だって。何が好きなの？鶏肉。鶏肉美味しいよね。美味しい。俺鶏肉だったらどこでもいいよ。じゃあいいじゃん、くちばしいっぱいプレゼントする。それは食べれないよ。皆さんどうも、パッチシューです。ちゃ、今日はなんかシエルンがお風呂に入ってるみたいだけど、ちょっと長いな。シエルン、シエルン、長くない？お風呂、これお風呂、この丸窓でいいの？全部見えてるけど。見ないで挨拶ぐらいしろよ。皆さんどうも、シエルです。ちゃちゃ服着たままお風呂入ってるけど、長いお風呂大丈夫？もううるさいな。キレイキレイしないと臭い臭いになるだろって話。ちげえな、近いだろって話。ふぅ、すっきり。すっきりじゃないんだよ、早く出ておいでよ。これ私はこのバスタオルをここにかけたまま、いつも体をそんなバカ野郎なことあるかそんな、ここでこうやって拭いてんの？こうやって。そうそう、楽ちん楽ちん。楽ちんではないだろ。あー、もう長いよって心配しちゃったよ。何しに来たん？遊びに来たんだよ、いつものように。あ、そっかそっか。あれ、シエル、なんかお客さんだよ。気のせい気のせい。いや、気のせいじゃないだろ、コンコンコンって来てたわ。まあ、はいはい、どちら様ですか？いや、どうも。え、なになに、シエル、なになになに。少しの間眠っていただきます。うわぁ、ん？どこだ？シエルン！シエルン！起きて！ああ、おもらしした夢見た。おもらししてるかもしれないよ、これ。え、なんで？見て見て。うわぁ、おぉ、おもら、くさぁ、くさ、臭くない、くさなく、おぉ。お風呂か、これ。お風呂だね、シエルン。お風呂の中に入ってる。水、水。どういうことだ？よく来てくださいました。いや、来てない。私はここの管理人のザ・バスです。今回ですね、あなたに来ていただいたのは、24時間チャレンジをしてもらおうと思ってここに2人を呼びました。あなたということは1人ということなので、これはパチ君に当てた24時間チャレンジということでいいですか？じゃあ私ちょっと。違います、シエルさんです。シエルんだってよ、俺じゃないって。じゃあ帰るね、俺。ダメだ、撃っていいよ。危ないな、本当に撃つなよあははじゃないよ。冗談。シエルンが言ってることが冗談じゃなさそうだなと思う人は、チャンネル登録と動画の高評価、コメントよろしくお願いします。コメントでみんなシエルンを怒ろう。ではとりあえずパシューさんも聞いてください、話は。わかりました。今回ですね、24時間チャレンジをしてもらいます。24時間同じところで過ごしてもらえれば賞金が出るというものになりますが、いかがですか、シエルさん？できれば帰りたいです。そうですか。今回はですね、一応内容は24時間お風呂で生活すればいいだけなんですけど。いや、24時間お風呂で、さすがにそれは無理だ。もうブヨブヨのバヤバヤになっちゃう。もう無理無理無理。ちなみにですね、賞金は、いや、やりたくないな。1000万円です。やりますシエルやる？え、やるの？やるそんだけやりたくないって言ってたよ。え、そんなことないよ、やります。やるみたいですけど。そうですか、わかりました、ありがとうございます。ちなみにパチシューさんはどうしますか？あ、俺は帰りますよ。帰っていい、シエロン？ほら、あ、ダメみたいだね、これね簡単じゃん、だってこんな綺麗なお風呂で24時間過ごせばいいだけでしょ。確かに、なんもないけど、こんな広いなら別に余裕だよね。うん、わかりました。では、こちらが会場になりますので、どうぞこちらです。え、ここじゃないんだ。どうぞこちらです。はい、行って。いや、シエルが先に行きなよ。うん、何？え、冗談でしょ。ここお風呂じゃないじゃん。こちらがお風呂です。こちらで24時間生活してください。では、今から24時間スタートです。ここは開けませんので。え、ちょっとちょっとちょっと、おー、嘘だろ。嘘でしょ、おいおい、こんなの汚す開かないじゃん。汚いって、すいません。いや、無理無理、汚いじゃないね、汚
コ入ってるよ、お風呂に。これお風呂なの？あ、でも待って、ここにちゃんとバスタブあるわ。ほら、大きいよ。ほんとだ、なんかバスタブだけ綺麗そう。バスタブだけ綺麗だね。いや、でも生活しなきゃいけないんだから、そんなバスタブだけ綺麗でも困るよ。パチくん、もうこれ見て、錆びまくってるよ。うわ、とりあえずさ、シエルン、ここはもう掃除しようよ。病気になっちゃうって。しよう。じゃあ、私は草刈るね。なんで少ないの選ぶんだよ。いいよ、草、壁の草も買ってね。じゃあ俺はキノコ取るから。これだけ、ちょっとこれ、ほら、何このキノコ、残しとこう。これ多分毒キノコだ。いや、残しとかないだろ、どう考えても。貴重そう。いや、なんで残しとくんだよ、おかしいだろ。とりあえずキノコをまず全部取って。ちょっと、いや、汚い。これお布団は綺麗なんだろうな。いや、布団も作り直した方がいいんじゃない？だってこれカビだらけでしょ。よいしょ、頑張ってジエル。よいしょ、大丈夫？大丈夫。あと、こっちのこれも刈るか。よし。でもこれ床はどうしようかね。あ、シエル、うん、何？こっちになんか引き出しがあるよ。あ、すごい、鉄の剣と石のつるはしが入ってる。あと白のカーペットもあるから、じゃあ俺敷き詰めるよ、これ。あ、いいね、これで綺麗になるんじゃない。あー、やっと終わったね、ジエルン。あー、いや、もう3時間もかかっちゃったね。あー、お腹すいた。お腹すいたね。あれ、冷蔵庫だよね。あ、冷蔵庫だ。え、動くのかな。いや、てか食べ物入ってるのかって話。ちょっと開けてみるね。うん、入ってる。え、嘘。パンと、うん、じゃがいもと、キノコシチューが2個。そのキノコ大丈夫かな。キノコシチュー、それでも新鮮そう。うん、新鮮そう、新鮮そう。これあげるよ、ジエルン。ほらほらほら、舐めた今ね、舐めた。うまいな、これ。美味しいのかい。普通にうまいぞ。大丈夫？まあいいや、じゃあ食事取ろうか。じゃあ俺はパンもらおうかな。うわ、このキノコシチューうまい。この世のものとは思えない味がする。ほらほら、パンも少しあげるよ。ありがとう。なんで少しなんだ。ほんと少しだな。当たり前だろ、ちょこっとずつで。うまい、これシチューとパン。ちょっと俺もじゃあちょっとシチューちょうだい、それ。しょうがないな、あんなに嫌いそうだったのに。ちょ、じゃあいただきます。あ、おいしい、おいしい。うん、なんか眠くなってきちゃったかも。いや、お腹いっぱいになったし、いっぱい多いだから。うん、かな、ちょっと、寝ちゃった。あのキノコ多分毒キノコだったんだ。シエルン、シエルン、起きて起きて。うん、入らない、そんなにいっぱい綿菓子入らない。どんな夢見てんだよ。起きろって。さっきのキノコ毒キノコだったんだって。だからか。てか、シエルン、周り見て。あれ、何これ。さっきあんなに頑張って掃除したのに、もうカビが生えちゃったよ。黒カビじゃん。なんで？どうなってる？これなんか菌があるいるんだよ、多分どっかに。っていうか換気扇もないから、通気口もないから、この部屋。まあいいや、じゃあとりあえずカビをきれいにしよう。めんどくさい、ずっと掃除してなきゃ。掃除24時間チャレンジじゃん、これ。でもしょうがないじゃん、カビは体に悪いからね。俺はまたここを掃除するから、シエルン、壁の方よろしく。できた、できた。疲れた。うん、疲れたね。でも、もう嫌だぞ。もう結構綺麗になったんじゃない。これ座ったらお尻かゆくなるの。やめろ、じゃあ座んない方がいいと思うよ。じゃあもうやめよう。じゃあ座るの。これ磨いてあげようか、私が。そうだね、ちょっと磨こうか。じゃあ、うわ、綺麗になったね。あー、疲れた。あー、こんな色だったんだ。4時間ぐらいずっと磨いてたよ、シエル。これでもう痒くない。まあそうだね、もうこれで痒くないね。よかった。あー、疲れたね、シエル。腹は減った、行く戦はできぬから。ずっと食べてんじゃん、だから言ってんだよ。あ、何これ、ポチくん、水が。あ、ちょ、なんどうしよう、何これ、どうしよう。待って、あ、見て、シエル、奥の方から水が溢れてるよ。ちょ、見てみよう。行ってみよう。行ける、シエル。先に、俺行くよ。よし。こんな、なにこのシステムみたいな。なんだこれ、サーバールームみたいな。水道を管理してんのかな、こんなところで。でもなんか、すっごい暑いよ、この部屋。
本当だ、どうしよう、どうする。あ、上見てシエルン、これ扇風機風送ってんじゃない。そうだね、これスイッチを押す。うん、ちょっと押してみて。あ、回った回った回った。あ、回った。あ、水引いてきたよ。お、本当だ、何だったの。だから水道が暴走してたんだよ多分。なるほど、よかった。これもう回しっぱなしにしとこうよ。そうだね、これは回しっぱなしにしとかないと。故障してたんだ、危な。怖っ。 戻ったね。さあ、じゃあ今日はちょっとお風呂入ってもう体きれいにして寝よう。あ、気持ちいい。気持ちいいね、大きいからねこのお風呂ね。うー、寝よう。寝んの早いな。もういいや、まあおやすみ。何の音？シエルン、シエルン、シエルン、起きて。やばいよ。あ、やばい。あ、ごめんね、パチ君、ごめんね。何が？何が？あ、ちょっと漏らしちゃったかもしれない。違う、漏らしてないの。漏らしてない。違うのよ。周り見てて。またお風呂あふれてるって。あ、また？なんでなんで？でも見て、昨日のところじゃないよ、あふれてるところ。じゃどこから？排水口だよ、シエルン。ここ？そこ。よし、一緒に行こう。せーので。え、せーの、ふっ、結構深い。死ぬかもしれない。出た。どっからこれ。それ先行ける？うん、なんか、あ、行ける。これ詰まってるんだよ、髪の毛だこれ。シエル、それ掘って。よし。誰かいる。何？ああ、何誰？これ髪の毛のお化けだよ、シエル。嘘だ。お化けですか？シエル、こいつ倒そう。倒さないと詰まり取れないから。ほら、襲ってきてるって。攻撃してくる。ああ、いこだ。痛い。よし、倒した。あ、やった。お、引いた。お、引いたった。引いた。よし、上に戻ろう。戻ろう。よかったね、パチ君、ちゃんと倒せて治って、うん、よかったよ。つまりあれさ、髪のお化けが原因で髪詰まりが起きて髪だったんだね。うん、そうだね、髪詰まりが起きたから髪のお化けだったし、髪抜けだったもんね、うん、つまりハゲハゲの実っていうことだよね。あー、シエル、あー、排水口の詰まり通ってたらもう3時間も経っちゃったよ、さっきから。大変だよパチ君。ん？何？後ろ見て。何よ？後ろ。なんだよ、またなんか変なの。コウモリ？コウモリいっぱい。どっから？どっから出てきたの？もうこれ倒さないと。ちょっとやめて。なかなかしぶといな。ちょっと君たち水浴びしてる。この子だけ買おうかな。ダメだよ。ん？まだいるな。こっちじゃない？すぐあんじゃないの。いた、ほら、うわー、うわー、気持ち悪い。気持ち、うわー、無理。すごいことになってる。倒す。ここにもめっちゃいる。倒す。すごいよ。うわー、なんとか倒したね、シエル。ヘロヘロじゃん。気持ち悪かった。もう嫌だ、帰りたい。シエル、今のコウモリと格闘しててまた2時間経ったから、あと残り1時間だよ。本当に？うん。もう大丈夫でしょう。もうあと座って待ってるだけだよ。もう座って待ってよ、1時間。待ってよ。お風呂入るんかい？いや、シエル、もうお風呂いいって。あと1時間も入ってないといけないんだよ。まあまあ、ほら、汚れたからさ、汗とかで。シエル、後ろ。後ろ見て。何？後ろって。うわ、何？君誰？うわ、汚い。なんか草。なんかこれさ、すぐカビ生えたじゃん、さっき。うん。こいつが原因じゃない？キノコとかも全部。嘘でしょ？バイキンマンじゃん。そうだよ、バイキンマンだよ。倒そう、ほら襲ってきてるもん。臭いよ、パチ君、臭くなっちゃう。くっ、鼻がボケる。あ、意外と弱い。早く、俺も、ちょっと待って、俺も。じゃあもうあとちょっとだね。これでもう耐えよう。寝るなよ、お風呂の中で。パそんなんで、早っ。いや、そんな寝方ある？普通に寝てよ、危ないから。よし、全身洗った。あ、なるほどね。いや、楽しいものを見させていただきました、ありがとうございます。24時間チャレンジ成功です。やった
おめでとうございます。それでは賞金の1000万円こちらに用意してあります。あとちょっと待ってください。何？実はですね、また24時間チャレンジの依頼をしようかと思ってるんですが。いや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 、今終わったばっかりだし。いやもうさすがにやらないですよ、もう、うん、過酷すぎるもん。そうですか、シエルさんもやらないですか？いやだってしんどいもん。そうですか、次回の24時間チャレンジはこの1000万円をお預かりして10倍の1億円になるんですが、やらないと。やります、誰もやらないとは言ってないですよ。やります。急に大人の声が出てるってシエル。おおおおおお、これをやります。はい、今すぐどうぞ。やるの？このまま続けてもって。このままやるの？それはやだよ俺も。じゃあもう一回帰って準備したいみたいな。またなんか連れてきてくださいね。いやなんか俺だけ取り残されてますけど。シエル、あの終わったんじゃないの？パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。